川村市長は年始からトップスピードで仕事にあたるよう区役所に出向いて職員らを激励しました元日に最大震度7の地震が発生した石川県の被災地を支援するため職員の中には年始からすでに活動している人もいますが川村市長は館内放送で被災地を支援する意向を改めて伝えました 東日本大震災の時、岩手県陸前高田市を丸ごと支援した名古屋市川村市長は今回の地震の被災地支援も自発的に取り組みたいとしています